ライフガーデン加古川デイサービスサービス管理責任者をしております山下です。よろしくお願いします。私が、面接を担当させていただきます。働いて8年目です。働いて6年目です。動画を見てくださってありがとうございます。女性ばかりの職場でギスギスしてるのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなく、みんな優しくて雰囲気も良くて、いつも笑顔の絶えない職場で楽しく続けられてるのかなと思います。今までこんな職場なかったので、これからも続けていきたいと思ってます。私の方は8時半から5時半までで、私の方が9時半から2時半までです。子供がいらっしゃる方も多いと思いますので、学校行事や、時間のことなどね、いろいろ相談に乗ってくださるので、安心です。はい、私も何度も相談に乗ってもらっています。子供を託児所に預けてたので、8時半から5時半っていう形で働かせてもらっていました。10時からでも全然大丈夫です。日中活動のお世話までさせていただいております。未経験の方でも、大歓迎しております。また、仕事の内容でやったりとか待遇面も、面接の時にはしっかりとお話しさせていただきますので、お気軽に、来ていただければと思っております。必ず、2人以上複数名で、会場に当たるようにしております。体につけるタイプのマッスルスーツであったりとか、体の筋力の補助を行うような器具も、購入しておりまして、一人一人の、負担というのは分散されているのだと思います。未経験無資格からでも始められる仕事だと思います。ミスしても先輩方がすぐフォローに入ってくださるし、ね、分散サポートしていきます。応募待ってます。